YouTube 宣伝しなきゃいけないとなったタイミングで起きたのが牛宮城事件。これは俺真相が本当わかんない。そうなんですよ、はい、牛宮城事件っていうのが先ほどの光る宮迫焼肉事件ですね、はいはい、2人で出そうと思った焼肉屋さんの名前が牛宮城、宮迫の宮を取った牛宮城のような名前ね。この牛宮城一体何が起きたか、これね詳しくない方にご説明すると、そもそもはドッキリからなんですよね。そうなんですよ、うん、始まりはね。そう実はですね、うん、その宮迫チャンネルの中で光くんに、店を出したいからお金を貸してくれないかと言ったんですね、うん、その金額がですねなんと1億円貸してと、うん、結構でかい金額ですよね、はい、まあまあ、あの例えば1000万とか、まあ、光くんはお金持ってるから、うん、1000万とかだったらいいですよってすぐなる可能性があるから、うん、1億はさすがに無理やろね。でどういう態度を取るかなというドッキリやったんです。そうですよね、はい、まあこれ非常に YouTube っぽい面白い企画なんですけども、うん、ここで1000万やったら言うかもしれないけど1億はさすがに誰にとってもきついやろと言ったら、うん、なんとここで光くんがいいですよって言ったんですね。しかもすごく簡単にいいですよ。ってなってドッキリしてない、そう俺がドッキリ1億やでって逆ドッキリみたいなのかと思ってどういうお笑いって言ってますもんね。そう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 1億いいですよ、っていうね見たことないドッキリになって面白くなったんですよ、うん、でだったら始めちゃわないかと、うん、ねで光くんが実際にあこれね焼肉屋やってみたかったんですよと、うん、ね、そう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 、それできっとヒットしますから皆さんこれやりましょうよってことでトントン拍子に進んでですね、うん、焼肉共同経営プロジェクトとして進んだわけですよね、はい、これがまあだからテレビでね、その蛍原さんというね、うん、前の奥さんですよ、前の奥さんにね、はい、このもう離婚届でもうお互い別の道行きましょう言って、父ちゃんさよならって言ってね、でさよならした後ですよ、はい、これから友達で行きましょうねって言って別れた後にですね、新しいねパートナーがね現れて、はい、もう共同経営プロジェクトですよ、ねこれも楽しみだってなって、9月末、9月末に10月1日オープンしますよという動画が上がったわけですよね。あ、そうです、うん、はい、すごいトントン拍子でしたよね。トントン拍子ですよ。 ものすごくすごく急いでやった、超スピードで進んで、もうオープンするのと、うん、それで直前のこれ試食会してご飯食べて美味しいね、それでゴーだーってお客さん砂糖うわーこれが浮かんでた中で、なんとそこでの試食会でパニック、うん、パニック、これがですね大変だったんですよ、はい、これがですねもうその光さんがですね、これ全然ダメっすねと、これ全然ダメっすね、宮迫さんこれ何ですか、この顔僕見たことないんですけど俺もしたことのない顔これは、まあ、存命の人なのかどうか分かんない魂が感じられない状態にすごいね、あの滝蓮太郎が死ぬ直前みたいな顔してるメガネ前もほんとね、そうなっていて、まあ、このパニックどうダメ出しされたかというね、この主なパニックをまとめました、またうん、まず肉がでかすぎる、そして硬い、はいはい、でかすぎないかと、これ切って出せよと、で食べて硬くないかと、はいはい、状態が悪いと、うん、その上で演出した肉を出してくれって言ったらですね、水にプカプカと肉の切れ端が浮いてるという、はい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 、その後に水死体と言われる現象が起き、はいはいはい、その後金箔と銀箔に包まれた肉とかですね、謎の七福神を携えて登場する肉すごいですよ、はい、七福神やと思ったら六福神しか見えなかった足らない1個足らないっていう、福神が1人欠員してる欠員してるという意味のわからない演出がありましたから、そういうパニック演出が続いたわけなんですよね、はい、いやこれが大変で、オープンだって息巻いてた、でこの動画が上がってどうなんのってなってですね、もう気持ちが沈む出ました、沈み切って出ました、ご報告ですご報告おじさんが、はいはい、またもやご報告に上がりましたか、ご報告する、これどこ見てるんですかどこも見てないあのこの時はあのちゃんと動向が開いてました、はい、ちゃんとね、はい、これはですねここのね、うん、このテロップに全て込められてるんですけども、うん、料理に関しては実は宮迫チーム主導で準備進めてきましたと、うん、つまりその光さんとの役割分担で、うん、宮迫担当が光さん、料理担当は宮迫さん、宮迫さんはグルメですよね、光くんはインフルエンサーとして力ありますよね、それぞれ協力してやりましょう、そんな中で直前にご飯食べたら味がちょっとおかしいぞ、うん、私のせいでございますということでですね、はい、これ見た人たちはみんな、あこれって光くんの演出なんじゃないって最初ね、あの思われた方もたくさんいらっしゃったみたいですね、まさかこれドキュメンタリーじゃないだろうと、うん、ここでダメ出ししまくってから光くんが手こ入れしてうわってなるためのストーリーかなと思いきや、ここで光さんも撤退しちゃうんですよ。